こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか小室圭さん、投資家として5000万円以上の損失を被る、ま子さん、外務省に支援を訴える、2024年に入り、小室圭さんの人生は波乱に満ちています。小室さんは、2度目のニューヨーク州司法試験に合格できなかったことが報じられ、 これにより今後の展望が不透明になっています。その一方で、小室さんが投資家の道を歩もうとしているという情報も浮上しており、これに関する驚愕の詳細が週刊誌、女性セブンに掲載されました。一方で、小室圭さんが一時帰国せざるを得ない状況が生まれたとも言われています。彼は現在、米国ニューヨークに滞在中で、 マコさんはその配偶者ビザで米国に滞在しています。しかし、小室さんのビザは早ければ5月中に失効する予定で、そのために一時帰国が必要になるかもしれません。この一時帰国の背後には、ビザの問題が横たわっています。小室さんは、通称、投資家ビザ、として知られるビザを取得しようとしているようです。このビザの申請はオンラインで行えますが、 面接が必要であるため、一時帰国が不可欠とされています。外務省関係者によれば、小室さんは、ビザ切れによる強制帰国を避けるために、投資家ビザを取得しようとしています、と語っています。一方、小室圭さんの投資家としての活動については、驚くべき事実も浮かび上がっています。行動によれば、 小室さんはすでに5000万円以上の資産を失ってしまったとされています。これにより、マコさんは資産の損失を補填する必要に迫られ、外務省に支援を求めたとのことです。小室さんの投資活動は、一般の人々には理解し難いものとなっており、その詳細や背後にある事情については不明確な部分も多いようです。しかし、 マコさんと小室さんの今後の動向については、大きな注目が寄せられており、その行方がますます複雑になっていると言えるでしょう。小室圭氏の投資家への関心。小室圭氏は、実は以前から投資家を志向していたのでしょうか彼の過去の学術研究とコメントから、その可能性が浮かび上がっています。学術研究からの示唆小室圭氏は以前、 社会的企業のためのクラウドファンディング法改正の可能性への課題としさ、というタイトルの論文でコンテストで準優勝したことがあります。この論文のタイトルからも、彼が企業や投資に対して強い興味を持っていたことが伺えます。また、一橋大学大学院国際企業戦略研究科を卒業した際の彼の論文のテーマは、海外から日本への投資、であり、 弁護士資格を持つだけでなく、投資家としての関心も持っていた可能性が示唆されています。代理人弁護士のコメント。5月に放送された情報番組、バイキング、フジテレビ系、では、小室圭氏の代理人弁護士が次のようにコメントしています。小室さんは弁護士資格の取得を目指していると言ってますが、弁護士になるとは言っていません。例えば、 どこかの企業に就職するとかもしかしたら自分で企業するかもしれない。彼は今ライフプランを作っている、と述べました。このコメントから、小室圭志は必ずしも国際弁護士になることを最終目標としていない可能性が示唆され、将来の人生計画を練っている段階にあることがわかります。山口真由子の分析、日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ山口真由子は、 小室圭氏がコンペで準優勝を獲得した論文の内容から、証券法を専門にして株式や資金調達に関わるセキュリティ、ロイヤーを目指している可能性を指摘しています。彼女は、論文を読んでいくと、小室さんが目指す弁護士像も見えてくるという、クラウドファンディングという時流に乗ったテーマを選び、その問題点を洗い出してうまくまとめてあります。 小室さんは企業法務に携わる弁護士を目指しているのかもしれません。企業法務弁護士には大きく分けて二つあるのですが、一つは M&A、企業の合併や買収などに関わり会社法を専門にするコーポレート、ロイヤー。もう一つは、証券法を専門にして株式や資金調達に関わるセキュリティ、ロイヤーです。と述べました。まとめ、従って、 小室圭氏は弁護士資格取得だけでなく、投資や証券法に関心を持っており、将来のキャリアについて模索中であると言えます。彼の多彩な関心と学問的な取り組みは、彼の将来に対する幅広い展望を示しています。企業法務における年収見込みと、小室圭氏の投資家ビザと資金活用について、詳しくお話ししましょう。まず、 企業法務における年収見込みについてです。セキュリティ、ロイヤーとしての仕事は、企業や投資家が法的規制に違反しないように予防する役割を果たします。年収については、所属する法律事務所によって異なりますが、初年度の年収は約1、この分野で実績を積み、パートナー、弁護士事務所の共同経営者に昇進すれば、 年収1億円を超えることも可能です。一方で、小室圭氏は投資家ビザの取得を目指していると報じられています。行動によれば、マコさんが所有する約1億円の貯金を元手に投資活動を開始する可能性が高いとされています。マコさんは後続としての30年間で、最低でも1億円以上の収入を得たと考えられます。また、 結婚生活への支援も受けている可能性があり、例えば、上皇ご夫妻からお祝い金として渡されたという報道もあります。宮内庁の内定費からも年間最大1800万円を支出できるため、小室浜子さんの資産を活用することを計画しているとされています。しかし、問題は小室氏の投資スキルにあります。報道によれば、小室氏は弁護士の道を諦め、 投資家としての道を選びましたが、早くも後、彼が学生時代に自己評価を高め、投資についての自信を持ちすぎたため、高リスクな取引を続けて大損を出した可能性が指摘されています。現在、マコさんは宮内庁や外務省に対して損失の補填を頼んでいると言われていますが、国民の税金で小室氏の損失を埋めることは難しいでしょう。そのため、 秋篠宮ご夫妻や上皇后ご夫妻が損失の補填を検討している可能性が高いとの情報もあります。小室氏は弁護士にもなれず、投資家としても成功しなかったようです。皆さんは、彼に向いている職業や将来の道があると考えますかどのような意見や感想をお持ちでしょうかコメント欄で意見を共有していただければと思います。 ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ山口真由さん。初年度で1000万、2000万円ほどでしょうか。その分野で頭角を表してパートナー、弁護士事務所の共同経営者、ともなれば、年収1億円も難しくないでしょう。マコムロ結婚前に、小室家をベタ褒めしていた女性有名人、山口真由さん。 倉田真由美さん、三浦瑠璃さん、異常だったね。異常な人は呼び合う。二番目の優勝した論文なんて、応募資格が学生だった内容は、ブラジル産コーヒーをコロンビア産と書いたらダメ、とか、いつも小室圭がやってたことをそのまま書いた論文だったよ。もともと、弁護士になる気もなくて、母親の借金問題や誤採業がバレて、 それから逃げるために、急遽、米国留学をする、ととんずらしただけ、しばらくしたら、ほとぼりが覚めて、女性三宅を創立させて、の予定が、出るは出るは、保険金殺人、小室自身のいじめや恐喝、くれかつ買い込み、中絶したことを、バラすぞと社長令状本人や中華料理店を脅して大金をせしめた。それで、 日本には帰れなくなったのが実態。投資ギャンブル壁が出ただけだよね。こういうことが全国紙に掲載されて、秋篠華が潰れることにつながるといいね。小室星以上に、秋篠華も異常だもんね。中華料理店社長令嬢の、くれか使い込み、篠原さんの動画では、単にお買い物したんじゃなくて、借り入れをしたのだか、しようとしたのだか、 だったらしい、は知っていましたが、霊場の中絶を世間にばらすぞと社長霊場本人や中華料理店を強喝したんですか。中絶は初耳、まだ20歳前よね。ばらすならばらしてみろ、として逆に KK の洞滑の証拠を握って警察呼ぶとか、過強パワーを発動させることはせずに、金で追い払うのが上策と思ったのかな。あと、 過去にギャンブル壁があったことは今まで報道はなかったですよね。単なる確認。母親同様に、異様にキンキンキン。途が絡みの話がこの男には多すぎる。みんなで飲食店に行っても、支払いの時にいつの間にかいなくなってたとか。あ、あれだけ国民が大反対したのに、反対に国民に対してのあの読み上げ、小室も席を入れてしまえば。 思い通り、情けないな。本当にペテンシア、秋篠宮も、娘に泣きつかれても、堂々としないと、他の皇室方にも、言われ泣きことを、言われ振り回される、動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。